さん、こんにちは。大相撲の大関貴景勝が2024年3月4日稽古を欠席したことが明らかになりました。今回は大関貴景勝の稽古欠席の理由と嫌われている噂について詳しくお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。貴景勝のプロフィールから見ていきましょう。名前、貴景勝貴信。生年月日、1996年8月5日出身、兵庫県芦屋市。身長175センチメートル、体重165キログラム。血液型O 型。貴景勝は5歳から小学3年生まで極真空手を習い、全国大会で準優勝の実績を残しましたが、決勝で受けた判定に納得がいかなかったそうです。おかしい判定、反則で負けにされた、判定がある競技はやりたくないと思ったと空手をやめてしまいました。空手を教えていた父親が身体能力、闘争心などを考えると、いい大学に入れるだけではもったいないと考えていたため、その後興味を持った相撲に転向。地元の道場に通い始め、どんどん実力を伸ばし、数々の大会で良い成績を収めました。小さい頃は空手をやっていたなんて驚きですよね。その後、大相撲界で活躍をしていましたが、2024年3月4日大相撲の大関貴景勝が大阪市東住吉区の柴田山部屋で行われた二所ノ関一門の連合稽古を欠席したことが分かりました。この欠席は古傷の首の状態を考慮してのもので、師匠の常盤山親方、元小結高見杉は、日に日に良くなっているが大事を取って休ませた、中途半端な相撲を取ったら失礼ですからと説明しました。翌日3月5日の佐渡ヶ嶽部屋での連合稽古も休む予定となっているそうです。貴景勝は1月の初場所2日目の熱海富士戦で首を痛めて4日目から休場。場所後は2月4日の栃ノ心引退相撲から復帰し、通算8度目の角番となる春場所10日初日、エディオンアリーナ大阪に向け調整を開始しました。報道陣には非公開で調整を続けていますが、師匠は3日までの4日間は幕内隆の勝と相撲を取ったといいます。とはいえ、大事な一門の連合稽古に参加できない状況は万全とは言い難く、大関残留のピンチ、師匠の常盤山親方は、初日に合わせていい方向で来ると思います、間に合うでしょうと愛弟子の奮起に期待しています。怪我や大関残留の心配がされている貴景勝ですが、プライベートでは2月に結婚披露宴を執り行っています。昨年2023年の九州場所後、11月末には後援者たちに案内状が送られており、座る席が決まった生産であると案内されています。700から800人規模のパーティーになると見られていますが、相撲界では休場した力士は予定していたイベントなどは取りやめたり、外出を自粛したりするのが暗黙のルールとなっています。そのため後援者も不安げだったそう。ただ横綱照ノ富士が2022年10月に横綱昇進披露パーティーを開催した際は、その直前の9月の秋場所を両膝の怪我で途中休場しています。そうした前例を踏まえ、相撲担当記者はこう解説しました。結婚披露宴や昇進パーティーは会場を抑えて早くから準備もしており、簡単には中止できない。照ノ富士は秋場所を休場したものの、場所後に行われた引退相撲や巡業には参加している。これが公務復帰とみなされた格好でした。2月は巡業のない月ですが、場所後には栃ノ心の引退相撲2月4日や NHK 福祉大相撲2月10日大相撲トーナメント2月11日などのイベントがある。貴景勝は2週間程度の安静加療という診断だから、どこかのイベントに顔を出して披露宴に臨むことになるのではないか。当然ながら、誰であっても昇進パーティーや結婚披露宴といったイベントには直前の本場所で好成績を残して臨みたいもの。しかし、なかなかそううまくはいかないこともあります。
正代は2022年10月に大関昇進パーティーが決まっていたが、直前の秋場所は2日目から9連敗。早々に負け越しが決まりましたが、千秋楽まで取り続けて角番で昇進パーティーを開催しています。二所ノ関一門の関係者は、かつては場所後にイベントがある力士には祝儀場所として星を譲るのが当たり前だった時代もあったそうですが、今はガチンコ全盛ですからね。正代の昇進パーティーには予定を大幅に下回る400人しか集まらなかった。ただ角番でお祝いムードになりにくいとはいえ、貴景勝が開くのは結婚披露宴ですからね。引退後の資金集めみたいなものなので、谷町は祝儀を持って出席することになると思いますよ、と語っていました。暗黙のルールがあるものの、休場中に結婚披露宴を挙げること自体は前例もあり問題はありません。しかし大関貴景勝が嫌われてしまっているという話があります。昨年2023年11月12日に初日を迎えた大相撲11月場所、本来なら先場所を制した大関貴景勝の横綱昇進の話題で持ちきりのところですが、綱取りムードは冷え切っていたそうです。11月12日発売のスポーツ紙露紙中、貴景勝の綱取りを相撲記事のメインとして扱ったのは半分の3紙のみでした。それも楽観的なものはなく、例えば日刊スポーツは評論家の元横綱若乃花の意見として最低14勝以上の優勝と厳しい論調が目立ちました。他の3紙のうち1紙はわずかに言及した程度で、あとの2紙は貴景勝の他の字もありませんでした。なぜこれほどまでに冷え切っていたのでしょうか。初日は埼玉栄高の先輩北勝富士を押し出して白星発進となりましたが、周囲がしらけるのも無理はなかったそうです。先場所は優勝といっても史上4度目の11勝4敗と低レベルだった上に、千秋楽の優勝決定戦ではまさかの立ち合い変化で勝利。これには八角理事長元横綱北勝海も、大関の責任は果たしたけどちょっとがっかりと苦言を呈しており、佐渡ヶ嶽審判部長元関脇琴ノ若も綱取りに関しては11月場所の千秋楽まで見ないことにはと歯切れの悪いコメントを残していました。また角界 OB は11勝止まりという星数以上に優勝決定戦での立ち合い変化の印象が悪すぎた、しかも相手は21歳の平幕熱海富士ですからね。熱海富士は先場所が帰り入幕でまだ幕内2場所目の新鋭横綱を目指そうという大関が、そんな若手の挑戦から逃げ絡め手で勝った。協会の中には未だに貴景勝をあの貴乃花の弟子と色眼鏡で見る親方もいますしね、と語っています。貴景勝の相撲ぶりも不安を抱かせる一因でしょう。突き押し専門で四つに組んだら幕下どころか三段目以下、安定感に欠け攻められたら弱いのは押し相撲の宿命ではありますが、過去の歴代横綱は押し相撲の力士であってもある程度は四つ相撲に対応できていました。現役時代の八角理事長も相手につかまれた回しを切る技術は一流でした。貴景勝は押し相撲しかできない上に現在の印象は最悪。12月に大関へと昇進していますが、怪我のため稽古には欠席している状態。今後大関として相撲ファンを納得させられる勝利を見せてくれるのか期待が高まりますね。いかがでしたか。今回は大相撲の大関貴景勝の稽古欠席の理由、嫌われている理由についてご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。